あ、どうもこんばんは、ザ・ハムモンズと申します。よろしくお願いします。紹介にもあったんですけど、本日の主役です。じゃあ、3年ぶりということで ね、まあ、ちょっと緊張してる部分もありますけど、そうしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、1曲目いきたいと思います。アンクルペン。やるかみたいになって、そこから他のメンバー集めて、で2年間ぐらいはねレモカンでね楽しくやらせてもらって、ね、めちゃめちゃ楽しかったね。楽しかったねこのアイコンタクトされても、うん、で、まあ、社会人になっても本当に細々と新宿でねライブしたりバンドしたりとかして続けています。まあメインの曲としては割とブルーグラスっぽいね、そうですね、分かりやすい曲をやっていきたいと思います。で次の曲はですね、僕たちの割と代名詞的なね、初めの初期からやってる曲をやってみたいと思います。よしよしよし、それでは止まってください。アーネスティグラス、ワン、ツー、スリー。
見慣れない方が、僕たちのことを見慣れない方が多いと思うのでね、簡単にね、まあバンド、まあメンバーの紹介を、自己紹介を自己紹介一人一人やっていきましょうか。じゃあまず、じゃあ吉さんからいきますか。吉吉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 あの荒川義行と申します。で、社会人1年目で、まあ去年まで東北大 で、まあ、1年生からね、みんな1年、2年生以降は多分分かると思うんですけども、そうだね、1年生の顔全然見ませんね。そうね、そう、見慣れない顔がいっぱいいるなっていう風に言おうと思ったんですけど、うん、全然顔が見えなくてで、1年生もね、まあ18歳のね、荒川って一緒の空間にいるのはちょっと犯罪っていう誰が顔が犯罪だね。コメント今26歳、いや25だわ。あ、25歳、いい感じにね、顔と年齢が今デッドヒートしてる。これ18歳の時からこれだったんで変わってないよね。なんか俺多分大学3年の頃に荒川やっぱ明らかに若返ったよね。全然ね、全然変わってない。80ぐらいまでずっとデッドヒートしながらどっちが先に死ぬかみたいな。いや、意味わかんない。思想深いわ。今そんな話は忘れてない。ちょっと話って長くなるので、次の回の次に行ってみたいと思います。はい、よし。好きな曲ですね。ボーン・オブ・ザ・ウィンドという曲を一曲やってみたいと思います。爽やかな曲です。行きましょう。Trip goes on in the air, hands up there. Let's gotta go somewhere, I don't care.直近の社会人生活みたいな話そうかなと思うんですけど、
最近ちょっと初ゴルフに行ってきまして、ついに社会人たるものを避けては通れないところがゴルフなんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは全然やったことなくて会社の人たちと行ったんですけど、まあ、2、3日ぐらい打ちっぱなしに行って、あとはミンゴルでちょっと大事イメージトレーニング。いや結構ゴルフってそのなんか紳士のスポーツって言われてますけど、結構なんかあまり動かないイメージあるんじゃないかなと思うんですけど、自分がやった時本当にね地獄でした。地獄なんですか？もうひたすら走り回ってました。ボールを送る野球じゃないんだから。でレディースとメンズってスタートラインが違うんですよね。で、もう50歳ぐらいの、自分より全然背のちっちゃいおばちゃんと一緒のペアだったんですけど、もうラブラブですね。そう、ラブラブ。自分が、たまにすごい当たったって時に、ちょうどそのおばちゃんのスタートラインまで行くんですけど、そこからおばちゃんがパーンって飛ばすから結構心折れるんです。それ18ホールだから18回やってます。確かに、18ホールやべえな。そう、18ホールやべえな。多分学生の皆さん多分数年後に僕の言ったことをちょっとでも覚えてくれれば、別に覚える必要ないんですけど。確かにね。そう、そんなことがあります。まあ全然関係ない話なんです。まあ、ゴルフ、ね、俺もやりたいと思ってるんだけど、僕もやらないとね、まあ、女子とのコミュニケーションの一つの手段、ね、結構やっぱり、なんかその私の場合だと、なんかその10月に、そう、あ、これ、あ、長いやつ？大丈夫？今ちょっと止まりとった。10月25日、え？大丈夫？10月25日が会社の創立記念日で、休みなんですよ。強かったんですけど、いや、ありがとうございます。で、この日にやっぱり会社全体でゴルフ大会が行われて、そう、せっかくあなたうまいでしょ。いやうまいです。ミンゴルはやってたけど。じゃあ、そろそろ行きますか。次の曲ですね。最近、アマネコのやってる曲ですね。ちょっとブルーグラスっぽくない、ちょっといい感じの曲ね。やってみたいと思います。それでは聴いてください。 That Idiot Wind。 1、2、1、2、3、4。
ちも気合い入れてね。よっしゃ、行くからな。熱い熱いちょっとね、おっとワイルドなのか、ワイルドなのか、おっとおっとおっとやるしかないでしょ。めっちゃ涼しい。あ、これギャルね。こっちのもなんか本当いい感じですよね。よかったよかった。まあっていう、まあしょうもないくらいやめるって。あ、ちょっとあのインフレードも汚すし。いやいやいや。申し訳ない。いや、あれめちゃめちゃ痛いんですね。なんか注射にもいろんな種類があるらしくて。もう未だに痛くて、もうどうしようっていうね。はい、じゃあ、まあ、次の曲だね。じゃあ僕たちの最速の曲なんで、ちょっと話今から測ってもらっていいですかね。そんな世界記録が多分3分20秒。いや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 、よっしゃ、ほんとそれぐらいかもしれない。僕の誕生日3分20秒。覚えておくよ。よっしゃ、一曲ぶっ放してやってみたいと思います。聞いてください、ワシントンカウンティーます。ワン、ツー、スリありまして、先週はですね、僕たちちょうどね
この1ヶ月はね、3回もこのメンバーで顔を合わせてね、すごいですよね、本当に。東京、名古屋、仙台、長野、横浜ってもう全員今散らばってて、本当に勤務地がみんなバラなのにね、東京、新宿で集まってね。そうですね、そこの地、まあ、いや、ちょっと、うん、アジとかね、アジとかね、うん、まあ、安いやっぱスタジオみたいなのがあって、そこでいつも練習してるんですけども、先週ね、ビッグイベントがあってね。そう、ビッグイベントがあれ、うん、やさこ様はご結婚なさるんで、超楽しかったよね。え、超楽しかったよね。いや、超楽しかった、マジで。本当にもうバンド、やっぱ6年間続けてきたら、ちょっと辛いことも、まあ、練習とか少なからずあるんですけど、まあ、それを全てね、もうチャラにするような幸せをね、幸せ受け取ったみたいなぐらい。料理も、料理も美味しかったし、料理がね、なんと言っても久しぶりにいいもの食べすぎて、もう俺、今週ニキビできなくてちょっと、ね、本当にもう、かわいい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 だね。で、今、MC を置いてきまして、はい、次はですね、最近マテちゃんがやってる曲を1曲やりたいと思います。ちょっとね、ちょっとダークめな、重めな曲を1曲やっていきたいと思います。あ、ドブロのところをね、荒川よしゆきちゃんがいい感じに仕上げてきてくれてるので、そこにも注目してください。よっしゃ、それでは聴いてください。 No man you leave behind。
識があったんですけど、その八坂さんたちがそのタペルの中で、まあ、誓いの挨拶みたいなのがあって、まあ、そこから出てくるときにその3列車で右と左に列をなして、その中も八坂さんがと徹子さんが歩いてくるというシーンがあったんですけど、その待ち時間で、ね、僕たちはその花びらだと米よね、米よね、花びらと米よね、手に持って米ね、ライスね、ライス、ライス、あの、炊けてない米、それは、炊けてる米持ってぶちゃぶちゃになって、炊けてない米をね、ずっと持って待ってたんですけど、その時間結構長くて、ね、長かったね、そうそう、そしたら、あのもう一人、ブルーグラスの先輩がいたんですけど、あの人が待ちすぎて米炊けるわって言い始めた面白かったね、面白かったねいや、渾身だったね、面白いね、ずっと2人、3人でこうやってずっとこうやりながら、米炊ければ、米炊ければってずっとやってたね。なんかもう最初こうだったのに、最後の方もこんな感じだった。そしたら、ブーケの街で米炊けるって言ってあらたけでね、あらたけね、いや本当にあそんな、あちょっと話しなきゃいかんね、ちょっとやめとこうか、そうだね、よし、次の曲はですね、まあ、みんな大好きダウンザラインの1曲をやってみたいと思います。よし、行ってみましょうか。島なんですけれども、本当に多分治安は全然ね、本当にまあいいっちゃいいけど悪いっちゃ悪いって感じです。なんでそれ？なんで結局そう。で本当に
新たの命が本当に危なくてもしかしたらもしものことが起きるかもしれないじゃん。本当に本当に本当に、だからね、本当に今日飲み会とかで来てくれたね、新たの顔を見納めて、そう、見納め死なねえよ、死なねえよ、だから来年の2月から8月までなんで、まあね、ちょっと、でもこれが本当にライブとしてはもう多分最後、うん、で、まあ、で、あの高坂さんも来年の9月から1年間ね、あの、留学に行くので、本当に僕たち約2年間は休止、誰か一人はいない休止ということでね、でまあ2年後にパーッとね、派手にね、うん、ライブができたらね、うん、いいね、やりたいね、やりたいね、うん、よし違うなかなかちょっとオチがないで、次の曲はですね、ちょっと珍しい曲を1曲やってみたいと思います。あのベラフレッドの曲でしてね、あのバンジョーの演奏になっております。ちょっとダークめな雰囲気を醸し出せればいいなと。よし、それでは聴いてください、スリップストリーム。インフルエンサー
本当、くよくよ考えたらダメですよね、何事も。割と僕と荒川とかはね、こう見えて、なんか辛いことがあったら、あで結構引きずるタイプなのですね。そうだね。本当に。完全に乗っかっちゃったけど。簡単なバンドの人、メンバーの紹介、ここしかしない。洋平と吉行しかしないから。簡単にね。あの、安子さんはですね、どうぞ。簡単に、荒川たちの台の1個上の台、雄一さんを知ってる人がいたら雄一さんと同じ台の、本当にみんなの顔が全然見えないの、番長です、柳瀬咲子でしたが、ちょっと先週結婚式もありまして、結果咲子になります。すいません、すいません、そういう会じゃないと思います。学生時代は地学系、理学系の地学にいまして、今コンサルタントの仕事をしてますので、もし興味のある人がいたら話を聞いてくださいというリクルートでした。はい、以上です。はい、真ん中の彼女がね、どうぞこんばんは。こんばんは。社会人3年目の高坂と申します。浅野くんと荒川くんと同じ代の小物でして、今は仙台の証券会社で働いています。本当にブルーグラスがすごく好きで、卒業してからもこういうライブにやらせてもらって本当に幸せだなと思ってます。今後ともよろしくお願いします。しみるねー。よし、ということで、はい、次の曲行ってみましょうか、はい、それでは行きましょうか。ストントシングル TWICE It's AllrightJust one, two, three. Every no you see when I do. You don't know that. Every no you see when I.Thank you.
ってありがとうございます。本当に年代が被ってない人もね、本当たくさん来てくれてね、ありがたい限り。ありがたいですね。超嬉しい。超嬉しい。うん、最後自己紹介してない。あ、そうだ。そう、僕最後ね。そう、多分ほとんどの方が知ってると思うんですよ。1年生に向けて。僕あの荒川と高坂さんと同じ代で、今の M2 の1個上の1個目の人になります。今愛知の方で開発設計の、まあ、メーカーでやっておりまして、そんなもんでね。まあ、皆さん愛知に来ることがあれば、あの僕に一歩来れば、あのもう一人ブルーグラス知らないやつがいるので、そいつと一緒に。あ、アボテテです。ウッディが、ウッディがいる。ウッディとマイバだね。そう、ウッディとマイバっていうので、オンラインひつまぶしをいくらでも起こるので、ぜひ連絡朝の新平ね、朝の新平。本当に今日は来てくださってありがとうございます。対バンしてくださった皆さんも本当にありがとうございます。最後に歌屋さんに拍手をして、そうですね、本当に今日は歌屋さんありがとうございました。よし、それではどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンモンズでした。最後の曲行ってみましょうか。それさにくん聞いてください。これでいいっす。ワン、みんな
皆さんも本当に今バンド続けるのしんどいと思ってる人もね、なんやかんやなって細々続けていればね、絶対いいこと、絶対いいことがある、いい絶対いいことがある、本当に本当にこんなにいいバンドを作る、ありがとう参加してくれて、上じゃねえ、上じゃねえ、いやということでということで、はい、本当に皆さん今日はありがとうございました、ありがとうございました。よっしゃ、最後の曲聴いてください、エンジェル・イン・ザ・ベイカー、いきます、1、2、3、4。